はい、もちもち TV のもちです。今回 USJ に行って、今コナンのイベントをやってるんですけど、そのコナンのチャームコレクション、USJ 限定のチャームコレクションを3つ買ってきたので、これを開封したいと思います。ただ開封するだけの音、動画なんですけど、最初これ全種類揃えたいなって思ったんですけど、1個、ここ見てください。1個800円するんですよね。800円して、全12種類あるんで、9600円。最短で9600円かかるんで、ちょっとコンプリートはきついなと思って、もう3つだけ買って、ちょうどなんか欲しいのが3つあって、こちらになんか書いてあるんですけど、一覧みたいのが。とりあえずこのキッドの、このトランプのやつ、このキッドのトランプの柄は結構かっこいいなと思って、このキッドのやつと、あとはこの少年探偵団が乗ってるやつですね。この少年探偵団の乗ってる、少年探偵団のバッジも乗ってるんで、これちょっと可愛いなと思って、これも欲しいなと思って、あとはこの愛ちゃんも捨てがたいんですけど、このジン、ジンのグッズって結構このメンバーの中では結構少ない方だと思うんで、最近ちょっとジンのグッズが増えてきてるかなっていう感じがするんですけど、このジンのストラップもかっこいいんで、このキッドと探偵団とこのジン、この3つが出ればいいかなって、最悪3つ開けて、このどれか1つが出ればいいかなっていう、そんな感じがしてます。よっ。こんな感じのシルバーの袋に入ってるんですね。これなんかもう、触った感触だけでわかるような気がするんですけど、この触った感触だけでなんかわかるかな。なんかちょっと触った感触だけじゃいまいちよくわかりませんね。ちょっと開けてみたいと思います。何が出るか。さあ。とりあえずこのラインナップを見る限り、そんな外れのやつはないと思うんですよね。だから結構何が出ても嬉しいかなっていう感じではいるんですけど。さあ行きます。1個目。じゃーじゃーん。1個目。赤井さんですね。赤井さん。赤井さんのやつかっこいいな。なんかこれってこっちから光を当てると、ちょっとかっこいい感じになるんですけど、これわかるかな？来年の映画は赤井さんということで、これはこれで嬉しいかなって思います。とりあえず1個目は赤井さんでした。2個目。2個目とりあえず赤井さん以外なら何でもいいなって思います。とりあえず3つ買って、その被るのだけは嫌だなっていう感じがします。ちゃんとバラバラのところからこうやって抜いてきたんで、被ることはないと思うんですけど、はい、いきます。2個目。2個目、じゃじゃーん。俺2個目赤井さんじゃん。マジで嘘、12種類あるのに、2個目赤井さん？なんと2個目、まさかの赤井さんが出ました。嘘だろこれ。本当に？嘘、マジか。赤井さんダブリ？これなんか欲しいのは3つって言ってたんですけど、結局何が出ても、テンションは下がらないなっていう感じではいたんですけど、最初の2個で同じやつが出ちゃうと、なんかちょっとテンション下がりますね。赤井さん、赤井さんか。とりあえず3つ目開けてみたいと思います。頼むぞ、赤井さんだけはやめてくれよ。頼む。できれば、僕が最初欲しいって言った3つのどれか出てほしい。はい、3つ目、じゃじゃーん。これは小五郎か。小五郎この小五郎は、シークレットですね。シークレットが出たのはちょっと嬉しいで、小五郎っていうのはちょっと、んって感じなんですけど、しかもシークレットの内容知らなかったんで、今小五郎だっていうことを初めて知ったんで、小五郎が出たのは、んって感じなんですけど、シークレットが出たのは、嬉しいですね。小五郎って言ってもこっちにちゃんとコナンくんがいて、麻酔銃で、小五郎を眠らせて、麻酔するときのやつですね。とりあえずこれがシークレットですね。これが出ました。はい、とりあえず引き的には赤井さん、赤井さん、小五郎ということで、僕の中では、ん？って感じなんですけど、シークレットが最後に出たんでね、よしとしましょう。とりあえずまた USJ に行ったら何か買って開封したいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。